死刑人地は1949年公開の日本映画中川忍監督竹井亮プロダクション制作新東宝配給白黒映画スタンダードサイズ10巻2676メートル戦前から終戦直後にかけて一人のヤクザの反省を描いた中川忍の戦後4作目であるまた地獄まで続く中川と 嵐勘十郎のコンビ第一作でもある。嵐勘十郎を演じるヤクザが足を洗おうとする戦前編とそのヤクザの組長の一人息子が復員してからの戦後編の二部作構成になっている。GHQ によるチャンバラ禁止令の影響下で制作されたという嵐勘十郎の現代劇の一本である。本作品に出演した。 池部亮のインタビュー本を著作した、志村美代子と、湯桁たあやは、本作品の嵐演じる役座を、しり番外地シリーズをはじめとして、晩年に多数出演した役座映画の原点であると、指摘している。制作当時、現役のスター俳優だった嵐は、後半で不契役になる主人公ではなく、池部演じる組長の一人息子の方を演じたかったと、プロデューサーの竹井亮に話していたという。 メインタイトルは死刑リンチであり、本編映画の中に清川玉江を逆さつりにして棒で滅多打ちにするというヤクザの凄まじいリンチシーンが描かれているが、主人公のヤクザはそれを逃れ続けて青年期から初老に至り、主役の嵐勘十郎がリンチにかけられる場面は全編を通してない。映画評論家の山根貞は、 この映画のスタイルをあの荒ンが一度たりともかっこよく描かれない過剰な思い入れということを強く排する冷めた目の映画と評している。なお、本作品は前年の1948年に完成していたが、本作品を自主配給作品の第一弾にしようと決定した新東宝に対して東宝が協定違反を申し立て裁判所に 公開差し止めの仮処分を申請し受理されたために公開が1年遅れている。当時はまだ東方葬儀後の自社制作再開の見込みが立っていなかった東方が新東方制作映画を配給して公開している時期であり東方側の言い分としては自社がまだ制作再開の体制が整っていない状況下で新東方が事前の協議もなくいきなり独立を通告してきたことが 新東宝が設立された時に東宝の新木会社となるという協定の違反に当たるというものだった。仮処分が下されたために本作品を配給するはずだった新東宝、配給株式会社の設立も延期されたというのが本作品の公開が延期された区断の経緯である。この事件は本作品のタイトルをとって東宝の宣伝部内では死刑事件とも呼ばれている。 また、東方側から見れば、仮処分後も新東方が自社配給を諦めず、東方の配給部門セールスマンや東方系の劇場を大量に引き抜いたことに危機感を受け、絹ぬた撮影所の再開を急ぐことになったというが、新東方側から見ると、東方が撮影所を再開して、新東方作品の配給を拒否したことが新東方、配給株式会社の設立を急がせたとなっている。 昭和の初め頃、東京近郊を支配する中堅役座の菅原組は、毎年恒例の金元自在例の宴会で賑わっていた。しかし、最近、菅原組の若い主として対等してきた正吉は、兄貴分で幹部の日桜や梅若に、嫉妬されてろくな仕事も与えられないでいた。特に梅若は、聖吉に、気のある料亭の中井、おかに横連んしていて、 ことあるごとに、聖吉に辛く当たっていた。金元寺では、秘仏の黄金仏を祭礼で御会帳する習わしになっていたが、聖吉が気に食わない日桜と梅若は、黄金仏を盗み出せば聖吉がお会よと一緒になって、役座家業から足を洗うことを許すと話を持ちかける。しかし、これは、罠だった。黄金仏をまんまと盗み出した聖吉は、鉄橋の上で、 梅若に命を狙われ、その場は、何とか逃れて、おかよと逃亡しようとするもの,の、の彼らを隣地にかけて、黄金物の行方を聞き出そうとする、菅原一家の組を挙げての追跡から逃げ惑うことになる。梅若を殺してしまった聖吉は警察に逮捕され、18年の懲役刑に服することになる。18年後の1949年、 お代はひたすら聖吉の出生を待ち続けていたが、聖吉との間に生まれた一人娘のク子ゴ歌手に憧れて悪い仲間たちとバンドを結成して闇市で歌い歩いていた。戦後の信仰クザである桜井物産のチンピラに絡まれたク子ゴは、今は靴の修理工になっている福音兵に助けられるが、その福音兵は子供の頃聖吉に可愛がられていた。 菅原の一人息子、忍で、彼は父を失った今は、聖吉と、岡与を、唯一の身寄りとして、岡与帽子の面倒を見ていた。景気を終えて出所した聖吉は、桜井物産のチンピラたちに取り囲まれる。桜井物産のボスは、かつての日桜だった。日桜は、聖吉の出所を祝う宴会を開いて、聖吉が隠し続けている黄金物のありかを聞き出そうとするが、 日桜の罠に気づいた聖吉は夜中に日桜の屋敷から逃げ出してしまう。日桜は聖吉を捕まえて再び彼を隣地にかけようとするが、聖吉の危機を知った忍によって救われ、桜井物産は日桜をはじめ警察に一網打尽にされてしまう。隠していた黄金物を警察に渡した聖吉は十数年を経て、やっと家族水入らずの時間を取り戻すのだった。 ありがとうございます。